今日は騙されんぞ。よし、行くぞ。岸田隊員、これから警備機構に入る。レーダーに注意しろ。了解。隊長、レーダーが怪獣を捉えました。やはり山頂の怪獣は蜃気楼です。本物は山梨側の8号目あたりの模様です。よし、誘導ミサイルの発射準備。まず俺が攻撃する。こっちへ落ちてくるぞ。我々は光波も電波も赤外線も全ての電磁波を自由に変えられるのだ。岸田、中止だ。直ちに攻撃中止。師匠、俺は蜃気楼なんかには騙されんぞ。レーダーが狂っているのに何にも知らないのどこにいるのか、ウルトラマンにも分かるものか。ウルトラマンのブレスレットは太陽光線に強烈な振動を与えたのである。どうしたわけだ、光線が曲がらなくなった。怪獣は
とうとう本当の位置に姿を現した。やはり